お寿司の作り方。道具を集めます。巻き簾、ナイフ、まな板、炊飯器、プラスチックラップ。材料を集めます。寿司米、寿司海苔、カニかまぼこ、きゅうり、アボカド、寿司酢。巻き簾をプラスチックラップで包みます。寿司米を炊きます。温かいご飯に酢を入れて混ぜます。きゅうりを薄く切ります。アボカドを半分に切って種を取り出します。二重のスライスに薄く切って剥きます。カニかまぼこを手で半分に裂きます。海苔を半分に切って巻き簾の上に置きます。ご飯を海苔の上に薄く広げます。その後で海苔とご飯を裏返します。海苔にカニかまぼことアボカドときゅうりを置いて巻き簾で巻きます。ナイフで巻いた寿司を8個に切ります。醤油とわさびと生姜をつけて楽しく食べましょう。